おお。素晴らしいです。いや驚きました。いやオカリナですよね。いやすごい、ね、あの5月の3日に、はい、あの16回目の音楽祭があるんです。はいはいはい。で、あの今日ちょっとあの PR 込みで来たんだけど、ちょっと風あるんで。やっぱプロの方ですよね。いやいやいや違います。音質が違うじゃないですか。あの、ね、もう全然。いや26年もやってたら音質は違います。ああすごいすごい。初心者の人の音質と一緒にされちゃったら大変です。ですよね、うん、もうだってここ普通あのどかのおっさんが演奏したって見に来ないだけど、もう一瞬で引きつけないと思う。私 CD が流れてるのかと思った。いやびっくりしたな今の。5月の3日にあるんで、はいはい、あの来ていただければ。あそうですか。無料でやってます。そうなんですか、はい、これあの宣伝しても大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。あの5月3日5月3日もあの一緒に PR していただければ。あ少しだけ、ね、ここに来れば聞けちゃう。あ聞けます。あ私はね、はい、1時半から、あ、1時半頃から出番で、はい、分かりました。皆さん聞いてますか。これ今何千人と聞いてますので。うわこれもあの素晴らしい PR になりました。ありがとうございます。びっくりしたね。みんなの差し支えなければ、はい、どうしてあのオカリナを始めたきっかけを何ですか。ね、あの昔はあのフォークシンガーのグループ作ってて、はあはあはあ、39の年になるまであの、まあ、ギターいじくってたりしたんですけど。そうなんですか。はい。あの、まあ、ふと一人でやるにはなんか寂しいなということで一人でもいい楽器って何だろう、うん、って思い出したのがオカリナなんです。で、まあ、オカリナをあの始めるきっかけはあともう一つ、そのいや昔あのいたメンバーの中にあのオカリナの音色っていいよねっていう話が、はいはい、あの耳に聞こえて頭に残ってたんですよね。でじゃあオカリナやってみようかな思い出したのが、まあ、きっかけ。いやー続けてください金先生。僕ちょっとあの素晴らしいバックミュージックいただきましたんでありがとうございます。頑張ってください。はい。さあ皆さん上森響さん in forest ぜひぜひお越しください。いや生で聞けちゃったよ。はいということですね。素晴らしいですね、はい。